皆さんごきげんよう、独身貴族予備軍のトトです。今日から9月の3日まで、8月29日なんですけど、今日から9月の3日まで5泊6日で一人で旅行していきたいと思います。今回はその1個目の動画なんですけど、旅の始まりということでパッキングを皆さんとシェアしていきたいなと思います。僕はまあ貧乏大学生なので、キャリーケースとかだとすごく高いですし、持ち込みにお金がかかったり、あとメインロッカーとかもちょっと高めの大きめのロッカーとかでなんか入らなかったり、両手が塞がったりしちゃうこともあるので、いつもこの大きめのリュックサックで入れてます。結構これすごいでかいし、中もすごい広くて、ここもチャックついてて入れれるし、でこっちにもポケットがあるのですごく重宝してます。まず一番傘を取る服なんですけど、こんな風に1日ごとのコーディネートでジップロックに詰めて、めちゃくちゃなんか真空状態みたいな感じにして小さくしてます。小分けにしてるとやっぱり着た後に毎回このジップロックに入れたら服も汚れないですし、なんか匂いとかが気になることもないし、すごく便利です。衛生的。今回は5泊6日なんですけど、8月31日、9月1日、2日、3日と、あとは替えの、まあ、予備の下着だったり靴下と、着替え用のズボン。今回は29日の夜は船で泊まるんですけど、大阪のサンフラワーに乗るんですけど、サンフラワーの一番下のツーリストっていう東急のジャコネの部屋で泊まるんですけど、浴衣とかはないのでパジャマを持参していきます。それがこちらですね。で夜出発なのでお家でお風呂に入ってから行きます。なので8月29日と30日はもう同じ服を着ていこうかと思ってます。一番下の方に入れていきましょう。はい、できました。こんだけ詰めて残りがあとこれぐらいのスペースになります。次にタオルですね。ハンカチとかタオルを上に、これはよく使うと思うので上に置いておきます。一番多分ここのポケットがセキュリティ性が高いので、ここに財布とかを入れていきたいと思います。財布と別に小銭入れみたいなのを絶対にあった方が便利だと思います。でこっちもチャックなんですけど、開けるとこのすごい奥まで入るんですよね。なのでここに御朱印集めしてるんで、御朱印帳とトートバッグですね。こう持ち歩き用とか、これをホテルに預けて大きい荷物をで散策するときに使うトートバッグを2つ、こっちはお土産とか入れるようですね。最近袋が有料化なので、今回はちょっと荷物が多いので3日目とか4日目ぐらいで荷物を全部大阪に送ろうと思ってます。なのでその時に送るものを入れる IKEA のめっちゃでっかいトートバッグも一緒に入れておきます。であとはゴミとかを入れる用のビニール袋ですね。それもあった方がやっぱり便利ですし清潔です。ちょっと今年は1泊多いので荷物が多いですね。でインスタとかで一緒に写真を撮るタコさんですね。あとは除菌系のグッズですね。コロナ禍なのでやっぱり除菌にはすごく気を使っていきたいなというふうに思います。まずアルコールタイプの除菌シート、アルコールタイプの手肌のクリーンジェル、あとはこういう小さな詰め替え容器にハンドソープとかも入れていきたいなと思います。なんか感覚でこれ入らねえなと思ったんで荷物を2つに分けていきたいと思います。さっき収納した大きめの方のトートバッグを開けます。すごい便利で、まあ、チャックもついてるし、前にここに2つポケットがあるのですごく使いやすいです。ここに今日のサンフラワーで着るパジャマと写真撮るようなタコさんとハンカチとウェットティッシュとクリーンジェルとかが入ったポーチ、
あ、小銭入れを入れておきたいと思います。まあ、船の中だったりホテルで遊ぶ用の設置ライトですね。こういうモバイルバッテリーとかの電気物の小物中に入れたりして、こういう化粧水とかを詰め替えたものをちっちゃめのジップロックに入れて持っていきたいと思います。ちなみにこれがなんか夏とかで使う、服にかけて使ったらすごい涼しくなるやつですね。これは日焼け止め、化粧水、シャンプー、洗顔料で、これリンスですね。あとはこの中に、ニキビケア用の美容液とかヘアオイルとかも入れていきたいなと思います。とりあえず旅のパッキングはこんな感じです。何か参考になったら嬉しいです。この動画が良かったと思ったらいいねとかコメント、チャンネル登録お願いします。では旅に出発。